後輩と銭湯に行った時に湯船でおならをして、水中から上がってくるおならを後輩に食べさせていた。小1の時、1年間入院したが、父親が退院祝いとしてセクシー女優がいるプレイボーイクラブに行った。宮迫の家に泊まった時、宮迫の腕に包まれたくなったので、添い寝してちびさこを撫でていた。温泉に入ってる時にヤシガニがいたような気がしたので近寄ってみると、おじさんのブリッジ姿だった。親のために熱帯魚と水槽を150万円分購入したが、淡水と海水を間違ってしまったためすぐ死んでしまった。